ニコニコハロー、イエでーす。はい、今回もまたまた、はい、おなじみのもはや、はい、立憲民主党公認要由紀子さん、はい、よろしくお願いしますと、中山美里さんです。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は AV 新法、はい、2年後の見直し、うん、それについてちょっとね、2年後ですか、ね、早いでしょ、はいはい、でその時にその AV の内容についても規制が入るというか、はい、そういうかもしれないってことが、そのいわゆる被害者支援団体の方からこういうプレイは良くないんじゃないかとかっていうのがずらーっと挙げられて、はい、そう苦情みたいな感じで言われているのですよ。はい、苦情なんかね、受けないって言うんだよ、よくわかんない、よくわかんないですね今回 AV 新法がね成立したけど、それにね反対してた人たちがたくさんいて、うん、で反対の声の中にね、もっと厳しくしろっていう、うん、どういう厳しくするかっていうと、はい、こう AV の中で行われてるさまざまなプレーとか、はい、あと表現があるでしょ、うんうんうん、それが危険だとか、はい、害を及ぼすとか、はい、悪影響を与えるとか、いろんな双方にね、はい、なんかあプレイヤーにも見てる人にもみたいな、はいはいはい、なんかね、性行為記録映像とか言って、うん、その AV の中でファンタジーとして行われてることがリアルなんだっていう言い分なんですよ、はい、例えば、はいね、男性が女性を襲うみたいなのが、はいはいはい、本当に襲ってるみたいな、本当に女性嫌がってる、はいはいはい、それが嫌がってる演技をしてるわけだし、はいはいはい、そういうお芝居というか、はいはいはい、ストーリーがあって、その中でそういう行為が行われてるっていうことなのに、うん、本当だっていうの、そういう国会議員とかそういう立場の人は、うん、そういうファンタジーとか表現物と現実は違うんだよっていうのを言っていかなければいけない立場なのに、うんうんうん、あたかもそれがあることで 何かこう犯罪が起こってるとかね、性犯罪が助長されるとか、うん、あの男尊女卑的なセックスが広がるとかね、うんうんうん、そういう見方をするわけですよ。でだからあの AV も個人がやっている、うんうん、そのある意味個人的な仕事というかね、うんうん、あのクリエイティブな活動じゃないですか、うんうん、個人の、はいはいはい、公的なお金でやってるわけではないので、それを別にそれがあるからといって公に広めようというんじゃなくて、個々人のクリエイティブな、うん、あの活動作品の一つ、うん、でそれは現実的には切り離して行われてるものなのに、うんうんうん、境界線がそこがおかしくなってるんですよね。そう、うん、例えばね、痴漢電車みたいな、うん、はい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 、実際に痴漢あったら嫌ですけど、まあまあですよねでもね、その AV の中では OK じゃないですか、まあまあまあ、確かに電車の中でうにゃうにゃっていうようなそういうことが行われたら現実いやありえねえだろうっていう話ですけど、まあまあ、でもね AV だったらね、ファンタジーですからね、実際にあのいろんな作品作ってるのに、うん、それだけを見て全部と捉えるわけ、うん、あのだから痴漢の AV があると、うん、全部 AV は痴漢ものが多いみたいなね、うん、頭っていうかね、そう、うん、あとこうロリですよね、一番あれなのは、うん、ロリこうね、うんうん、制服着て、はいはいはい、23歳でも25歳でもみんな制服着るじゃないですか、この業界高校生ですリアル女子高生だみたいな、ふうに思っちゃうかな、うん、はあはあ、だから決してそういうね助長したいとかそういう思いじゃなくて、もっと深いじゃないですか、作ってる人たちの、うん、その、うん、クリエイティブな視点というか、はい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 、その企画段階で話し合われてることだったり、うん、何がそれがエロいのかとか何が面白いのかとかっていうのは、うん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 、その人にしか分かんなかったり、その人の文脈があるわけですよね、うん、で、うん、別に女をあの屈辱的に扱いたくて作ってやってる人なんてそんな私いないですね、いないと思う、いないですね、それが どのようにエロティックなのか、うん、どこにそこに興奮が覚えるのかっていうのは、うん、その人のそれぞれの読み方の問題なんですよね、うんうんうん、で
それはもう自由な内面の世界の問題でね、うんうんうん、で広瀬優さんには広瀬さんなりの内面の世界があって、出すものはもし社会の規制概念とか、はい、社会通念に照らし合わせたら、うん、いかがわしいとかね、そういう言い方で表現されるかもしれない、うん、でも広瀬さんが表現したいことはいかがわしさを言いたいんじゃないんですってのあるじゃないですか、うんはいはいはい、もっとどういうこういうふうに自分は性を楽しむだったり、うんうんうん、あの自分がこう享受する心地よさっていうのがこういうものでっていう、うんうんうん、そこに意味付けしないでほしいっていうことはあると思うんで、うんうん、勝手に意味付けをされる、しかも政治から国から、うん、そのあなたの性表現はこういう意味だというふうに意味付け、うん、名付けられることのこの暴力性というか、違うって言ってるのに、うんうん、そんなことはないとか言って、うん、そんなことはないこれでこんなので気持ちいいはずがないみたいなそれさ、なんかさ風俗の客に似てるんだよね。これでいやこのなんかガシマンとかでさ、あのなんかこれで気持ちよくないはずはないみたいな、いや決めるのこっちやからみたいな、痛いとか気持ちいいとかお前が決めることちゃうからみたいな、だから何がエロでやらしいとか、ドキドキする興奮するっていうのは本当に人の数だけいる、うん、それを政治や法律や国が決めてはいけないんです、うん、いけないですね、うん、確かにそう、うんはい、ちゃんと個人を尊重する、個人の表現の自由を尊重するっていうのはそういうことなんですよ、うんうん、なのでぜひそうですね、ぜひぜひ7月10日ぜひ投票日、参議院選挙、それ以前からもうすでに今から投票できるんですよ。投票日じゃなくても期日前投票っていうのがあって、うん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 、投票入場券っていうのが各お家に送られてると思うけど、うんはい、もし投票入場券なくしちゃったっていうのでも、うん、身分証持ってれば、うん、いけます。へえ、そんなこといいこと聞いた。で2枚目の投票用紙は、うん、全国比例区という投票用紙で、うん、そこに要ゆき子って書いてほしいんです2枚目ですね、 ありますね、書くところね、うん、あはいはいはい、はい、でそしたら生産業で働く人たち、うん、そしてそれを享受するユーザーの皆さんの、うん、あの表現を大事にする世界を守りたいと思います、うんうんうん、はい、素晴らしいですね。いや本当応援したいです。ありがとうございます、はい、行ったことある選挙？選挙行ったことありますよ、あのすぐそこの小学校、うん、期日前投票所はね、小学校だけじゃなくて、小学校じゃなくて、はい、そういう例えば地域のイオンとか大きなショッピングセンターとか、そういうところでもあちこち、あちこちあるんで、あのちょっと買い物とか、出かけ、あいいね、ついでに、ついでに、気軽に今日から投票してください。へえ。もうガシマンって言葉使った候補者多分前代未聞だと思うんですよ。確かに。多分もうすごい怒られるかもしれない。党の人に。そうなんですか。ガシマンとか言うな言うて。調べないでください。言葉の意味は調べないでください。私は知らないんですけど、ガシマンっていうのは、あの、あ、IT ですか？いや、違う、ガシンマシーンみたいな意味です。ガシンマシーン、あーガシャーン、私そういう意味で言ってるんで。そうなんですか、はい、なんかありますか、他の意味？ないですよ、ないです、ないです、ごめんなさい、あの、下ネタとかちょっと私、苦手で、嘘でしょ、すいません、全然私も下ネタとか本当に行ったことないですか。すいません。逃げます、そこ。そこ逃げますか。勉強していきますんで。勉強していきましょう。そうですね。皆さんと一緒に。はい。ということで、今日はちょっと、はい、この辺で終わりたいと思います。バイバーイ。